おはようございます。よく寝れました？よく寝れました。今日ちょっとお昼お肉が食べたいです。フェアリーのゲキニ、フェアリーの元気になるパチスロ。でも一回だけ本当に超当たる占いしてみたいんですよ。なんかちょっと占いに恋愛を身を委ねた時があったんですけど、全く当たらなくて、でも人生相談をしているみたいな感じじゃないですか。でそこからちょっとハマったんですけど、あんまりこう興味がなくなっちゃって、もうやっても無駄だなと思って、こんなんだったら私が人生相談聞いた方がまだ経験は豊富だわと思いながらですか。女の子は次の人をいる状態で彼氏がいるって言ってるじゃないですか。で男の人はスパッて決まって次の日に行くっていうじゃないですか。女は次を確保しといて次行くんですよ。だから怖い生き物だって、この前なんか YouTuber さんのテレビなんか YouTube 見ました。なんかよくわかんない YouTube。 おはようございます。お願いします。おはようございます。今日は信頼のカードを引いてもらったので、一応私は信頼狙いで行きたいんですけども、開いてるかな。角が開いてた。角行きます。蒼天の剣、ラッキー。昨日めっちゃ出ちゃってるけどいいかな。とりあえず打ち合わせ重視で、信頼の方を打っていきたいと思います。蒼天の剣、私もぶっちゃけ初打ちです。みんなの元気は私の元気、私の元気はみんなの元気。はい、ということで始まりました、フェアリーの元気になるパッチロでございます。はい、ということでおはようございます。この番組は何ぞかと言いますと、ホールに来ていただいた方、そしてスタッフの方、そしてホールのスタッフの皆様、そして視聴者の皆様、そして私がみんなで元気になろうという番組になっております。ということで、本日はですね、昨日となんと2連続で同じ収録の方を行わせていただいておりまして、2days 目となっているんですよ。まあ見てくださってる今方は、まあ、関係ないと思うんですけど、で一応あの勝手にですね、まあ2days でプラスただまに両方できることができたらボーナスプレゼントがあるよみたいなことだったんですけども、前回の動画見てくださった方いらっしゃいますでしょうか。見てくれましたか。見たよっていう方が結構、もうこのキャラちょっとあの瞑想中なんですけど、ちょっとお付き合いしていただければと思います。聞いていただいた、見ていただいた、ありがとうございます。ということで、そう前回マイナスだったんですよ。450枚ほどマイナスだったんですけど、それが今日なんとプラス定まりにすることができたら、なんかねボーナスがいただけるっていう話があったんですよね。はい、ということなので、今日はですね頑張ってプラス定まりをしていきたいと思うんですけども、もうねカードの方を引いてもらいました。そしたらね、なんと信頼ということで信頼ですよ皆さん、信頼、信頼よ、信頼だよということで、ね、私一応打ちたかったんですよ。信頼、信頼打ちたかったんですよ。ということで、蒼天の剣、信頼取りました。まあ多分あの放送してる時にはもうまあ1ヶ月2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、今日はねまだ1月13ということで、まだ導入されたばっかりなんですよ。だから私もほぼ初打ちです。なんでちょっとね模索しながら頑張っていこうと思うんですけど、私の今日の台が一番角台なんですけど、昨日8000枚出てるんですよ。なのでちょっとね不安要素があるんですけども、頑張っていきたいと思います。ということで本日も元気に頑張ります。
ちょっとね、打ちながらちょっと今日はやっていこうかなと思います。まあ私も言うてもね、ライターなのになんで知らないんだよって言われるんですけど、ライターも皆さんと一緒に普通にプライベートに打ってるだけなんでですよね。だからそのなんだろうな、難しいですよね。基本的には中段チェリーがレア子役が肝になっていくんですけど、まあ、形としてはその前作と似てる感じかなと。ゲーム数解除とレア子役等で AT を目指していくと。多分タイトルとかももしかしたらあるかもしれないですね。これ多分ノーマルタイプ、ノーマルな感じだと思うんですけど、あ、でも一応、あ、一応カッタイン、でもカッタインがそのマストで出るのかね、出るのかわからないんですけど、一応あの青カッタインは出ました。あーあ、いった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 。これレインボーになってるんで当たったってことですね。ということで多分強水化からの当たりだと思います。ということで AT かな、 AT の方に突入いたしましたね。こういう時にね、すごいおきしょしまうんですよ。あの予想外なことが起きてしまうっていうね。強水化からの当選だと思います。で今試合の時で合ってますよね。時で合って、うん、よかった。なんかその私漢字がね、そんなにあの得意ではないんですけど、結構パチスロの機械って文字るじゃないですか。だから合ってるのかなって不安で、でここでバトルを狙っていくと。よし、ということでバトルボーナスでございます。一応試合の時とバトルボーナスのループで出玉の方を増やしていくという形になっております。これ一番最初はとりあえず大丈夫じゃないのかな。前作は1回目はとりあえず大丈夫だったですもんね。だからもしかしたら今作もっていうことはあるかもしれないですけど、一応、継続率っていうものが 66% から 89% になっております。で一応ここの順当が、6.0 枚ということになっておりますが、とりあえず大丈夫じゃないかな。で一応この試合の時の試合の時なんですけど、基本的にはレア子役でストック抽選があったりとかします。あれらら、大丈夫でしょう。よし、よし、一発目はとりあえず大丈夫でした。継続。ということで2回目のバトルボーナスいってきます。どうだ、ちょっとじゃあ、あ、期待度がちょっと弱い。後告知タイプで、あー、いや、私は最初の方がいいな。さっき告知タイプでいきたいと思います。性格が出るな、これ。でもしかしたらこういうセリフとかに継続のね、何かの隠れがあるかもしれないですよね。よーし、大丈夫。これやっぱね、こう、あお、あお、ケンシロウさんが見えてくる。あ、ケンシロウさんですよね。よかった。見える瞬間がね、たまらないですね。これで3回目でございます。お、チャンス。八坂さんね、やっぱ3回目なので、もしかしたらそういうのあるのかな。じゃあちょっとあのこれはチャンスなので、ね、後告知タイプでいきたいと思います。
ってる。一応後告知タイプなので、でも前回の争点の件だったらもう大丈夫って思いません？私は割と大丈夫って思っちゃうんですけど、いやいや私の中では大丈夫なよ。まあ期待の時にはイエーイかっこいいっていうか、私現実的にリアルに八坂さんみたいな男の人がタイプですね。ちょっと今なんかちょっとなんか不老者っぽい人が好きですね。なんかちょっとね、わかります、ちょっと そこにちょっとセクシーなんかちょっとダメンズがちょっとダメンズっぽい、ね、髪の毛長くて、あ言うたらちょっと八坂さん金子信明でしたっけ、ぽくないですか、ちょっとあの方結構あのすごいあの好きでしたね。あの奥さんも好きなんですけど、すごい綺麗な方で羨ましいなと思いながら、よしこれで4回目でございます。まだ投資3000円ですよ、結構出てる。誰や、ああノーマルにしよう。ちょっとこれは、おこれでもチャンスのバッター、私チャンスな感じがするんですけど、どうだと思う、あららこうやっちゃダメ、あ大丈夫じゃない、よしオッケー、あらららら、じゃあどうしようかな、先制重視にする、先告知タイプにします。あでも今やっぱセリフがないパターンだったんで、もしかしたらこれはやっぱセリフがあるパターンの方がチャンスな気がする。あこれはどうだ、ダメな気がするけど、これは痛いもん。あ、でも一応文字の色は変わっているが、一応先告知タイプなのでここは、あ、まさかの復活パターン、意味なくない、先告知を選んでる。継続、とりあえず継続しました。で一応もうこの繰り返しですね、この繰り返し、八坂さんに会いたい、八坂さん、よし、これはもうあれですね、頑張るしかないな、ノーマルでいきます、逆になんか燃える、お願い取って、あーやっぱダメかということで、多分これで終了でございますが、一応引き戻しもあるのでここに期待ですね。よし、手なわけで終了でございます。590枚、まあまあ出てくれたのかもしれないですね。ということなんですけども、ここで通常時に戻るわけでもなく、一応伝承試練という引き戻しゾーンの方に入ります。500、今315、ということでとりあえず燃焼勝負の方に決まったが、これはまあ一応その三枚役、まあ書いてるんですけど、レア声をこう引ければ撃破濃厚でございます。ベルが全然引けない、あーダメだった、ベルが全然引けなかった。どうなんだろう、ラスト1ゲームということで終了です。でここでこのヘプポが大事なんですね。あーダメでした、ということで通常時に戻ります。
お家でジーマを飲みました。お家でジーマとあとなんかもう一本なんか似てるやつあるじゃないですか、それらしきお酒、ジーマっぽいお酒、なんかそんなんかそうです。あ、ドライブチャンスで一応今中断チェリーを引いた後でございます。まあ、基本的には4分の1で当たる形なんですけども当たりましたということで中断チェリーからの当選で追加投手なしでオーラの色が緑オーラなのでもしかしたらいいものがあるかもしれない。お、見てここになんかいるんだ、これもしかしたらなんかの秘密があるのかもしれないですね。今なんか触ったらトゲって言った、トゲって言った。うそー、大丈夫、キックだし、キックぐらいは大丈夫だよ。ねケイゾって言ってる、あ、ケイゾって言ってるよ、ケイゾって言ってる、ケイゾー、ケイ、ギャグ、ギャグ、どういうことということで終了です。で一応、この最終画面にも設定示唆っていうものがあるんですけど特に何もありません、これは。で一応また引き戻し道の方に行きたいと思います。ダメだったということで終了です。本日は1回目、1回で終了。もう1回来たら、おー、来た、これはいただきましたでしょう。来たけど、あ、バイブってる、バイブが気持ちいい。あ、わー、これパチンコで出たら燃えますよね。当たりました、はい、うん、本当にそんな感じです。であっさり回る、ぐるぐる回る、えい、あ、じゃあ青オーラでございます。白オーラではないのでね、まだマシかな、はい、あっさり、うほー、あ、一応カット、なんだろう、背景に一応あるんですけどマストが青です。基本的には青なんですけどこういう感じで赤になったりとかするパターンがあります。この場合は多分大丈夫だと思います。よし大丈夫、継続、うん、2回目でございます。あらららら、あらららら、ら、 ら、 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 ら、ダメでした。あららら、どうだ、ここで行ったんじゃない、これは、よし、オッケー、これ一番いいパターンじゃないですか。あっと、これはもしかして、あ、しかも強い、いた、これいったと思います。もしかしたらさっきのレア子役で全員激アツ抽選受けてたのかもしれないし、悔しすぎません。残り12ゲーム、あ、チャンス、ここであっちって言ってるし、いや、これでバトルいかなかったらさすがにちょっとあれよ、もうあれで今当たっててもおかしくないと思ってるぐらい、いやー、ヘプポランブか、ヘプポだって食べてもって思いません、なんかもはや今、あ、70、いや、なんか前黒の方がなんか多い気がして、え、これあれじゃない、1000いったら確定ってやつじゃないですか、違うのかな、
だってもう999から上がらない。あ、ここで1310ヘップポー、多分すごいのかすごくないのかあんま分かんないけどすごいと思います。で多分これ確実にこれはバトルいくと思います。でこれでもう当たってるのか当たってないのか分からないですけど、とりあえず回していきますね。多分今のベルも引けたし大丈夫だと思います。私これで当たらなかったちょっと、ああ大丈夫、ここで大丈夫です。ベルも引けたし、というわけで完全制覇できたのでまたまた戻りたいと思います。 BB の方に、はい、ウィー。うわマジか、繰り返しすぎて。ということでまたもや終了です。633枚、はい、引き戻し頑張ろう。ただもう残りのヘプパもどこにないので、あとはもうバトルを揃えるしかないですね。ダメだなこれは、匂い的にダメな匂いがする。はい、ダメですね。ということで終了です。あ、一応降格スタートしたスタートですね。あ、ついに触れていただきましたか。これは韓国でちょっとね買ってしまったんですよ。500円くらいですよ。チャミスルだっけ、あの韓国のお酒です。ちょっと変わってるピアスだなと思って買ってきちゃったんですけど、なかなかプライベートでつけれなくって、まあ、元気になるものって言えばね、私の体内を元気にさせてもらうものってお酒なんでね、ちょっとつけてきました、元気になるグッズとして。ほら行った、復活した、復活ってわけじゃないけど、いけ頑張れ、いや耐えろ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 耐えた、いけいけ、行ったね。300枚ぐらいはあるのかなっていう感じで、投資がまだ3000円か3000なんですよ。で昨日トータル収支マイナス450枚ほど で今の現状2レーズ合わせてもマイナスなんですけど、450枚以上出すことができれば一応、まあ、500、600枚ぐらい獲得ができていれば一応あの編集部の方からご褒美プレゼントみたいなのがもらえると昨日ちょっと説得をさせていただいたのでプレゼントができる状態なんですよ。で現状移動する場所も結構今日日曜日っていうところもありまして、稼働が高すぎてですね、多分なかなか難しいのかなっていうところもあるので、ちょっとこのまま、しかもこの台もそこそこ悪くなさそうっていうところもあるので、ちょっと想定の件そのまま打っていってもいいかなと思っております。あ、今の演出は結構前作だとちょっとチャンスじゃなかったでしたっけ。あ、ダメなの。ふぅー、ということでね、もう時間も結構わずかになってきてるんですけど、あと1時間ぐらいしかないんですよ。1時間半ぐらいしか。ただ一応カードがね用意はしてるんですけど、今日はちょっとまあ、その時間的にもデラマ的にもここで打ってしまった方が個人的にはいいかなと、あとはみんなの判断でいいかなと思っているので、ここであえてこれをね使ってやるのもちょっとあれなので、今日はちょっと引かずに引いてもらわずにこのまま続行していきたいと思います。で今のところ多分まだ第3話っていうか第3回目なんですけど、多分このカード全部全種類出てるんじゃないかなと思います。昨日も一応
は、ART じゃない、ART か、ART 期とバラエティが出て、その前が確か結構その前は引いたんですよ。なのでこれも今後使っていくので、ぜひね、引いていただける方は朝来ていただければと思います。でもしかしたらそのこれから今後こういうカードがさらに増える可能性もありますので、何かご要望でもございましたらいただけたらいいと思います、っていうちょっとコメンティー的なことを言ってみた。ちょっとわかんないです。なんでもいいんですよ。なんか質問とかでもいいし、なんか質問とか、なんかそういうなんかのとかね、まあ、今後増えていっても面白いかなっていう。よし、同じ演出ですよ。多分これは大丈夫じゃないかなと思っておりますよ。私はさすが二度は死なないさ。はい、最終お願い、ボタンとか出ないかな。おー、来ましたということで、当たりました。ちょっと選手だったので相当者が1万と6000円です。よし、どうにかこれは伸ばしたいところでございます。お願いします。あ、青か、青オーラです。まあもうオーラなんて関係ないと思ってるんで、私は今しかもちょうど最後の当たりだから。あー、大丈夫でしょうこれは。八坂さん大好きだけど倒しちゃってください。八坂さん好きなんだけどさ、金子さんに似てかっこいい。はいはい、ごめんなさいね八坂さん。これは大チャンスがここで来ました。さっきからこれあんまり意味ないですね。これです。でもチャンスって一応出たりするんですよ。ヘイヘイ、強めなパターンじゃないですか。本気出しちゃいましたよ。今日初めての演出ある可能性は。あ、大丈夫でした。もうちょっと、もうちょっと。おー、やりました。でも見えられちゃってます。逆になんか殴ってパンチしてちょっと言われちゃったやつ。お、八坂さん大好きだからノーマルにする。かわいそうだから。でもちょっと強すぎるよ八坂さん、ちょっと強すぎるよ。でもちょっとかっこいいな。八坂さん、元気があれば何でもできる。はい、ということでお疲れ様でした。ということなんですね。こんなにテンション高いんですけどマイナス266枚でした。ということで、はい、2日でなんと450枚が昨日マイナスだったので、2日で600、700枚ぐらい負けました。でも2日で700枚のマイナスだったら全然プラスなんですけど、私にとってはですけど、ただ、まあ、そんなん言っても
プレゼントを渡せられないとさっき散々言われましたので交渉したんですが、やっぱダメですよね。やっぱダメですかね。え、ダメですか。ダメかということでね、ちょっと試行錯誤をした結果、もう私が出すってことはどうでしょう。もうなんか出すみたいな、プレゼントしちゃうみたいな。もうということで、まあ今日はね、もう2日間連続して収録の方を行わせていただいたんですけども、ちょっとね3枚数の方がマイナスになってしまったということで、私からプレゼントさせていただきたいなと思うんですが、家に帰ってみないと何がプレゼントできるのか全くわからないので、多分詰め合わせ的な感じなのをちょっとね、ちょっと遅いですけど福袋的な感じでお渡ししようかなと思いますので、ぜひですね応募していただければと思います。ということでどうでしたか。元気が出たって？それは嬉しいなということで、ちょっとね私のキャラがもうどんどん崩れていく。わー、ということで次回もですね元気よく頑張っていきたいと思いますので、これからも見ていただければと思います。ということで本日はご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン押してくださいねということでまた会いましょう。バイバーイ。